ここでここから動いてきたのは近畿の2人、6番伊藤誠樹と4番車久米康則。まずはインを切った7番下野田源一、ここは近畿勢を生かせます。ジャンがなっています。2センター、ここで今度は5番の佐藤和がアウトコースからスパートする体勢ですが、一旦3番手に入りました。東北勢逃げるのは6番の伊藤誠樹です。そして1番車大西が短期で行きました。大西が一気に短期でかます。さあ2コーナー、さあここは1番車大西のまくりに乗っていくのは千葉勢だ。すかさずそこは幾村、8番車石井修二、3番伊勢崎明宏、千葉勢が今度は大西をまくり切っていきます。第4コーナー待って、8番石井修二が先頭で帰ってきた。後ろの3番伊勢崎明宏、石井修二が先頭、伊勢崎を振り切ったか。千葉勢でワンツー、